はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。信長の野望創造戦国立志伝の続きをやっていきましょう。前回最後ですね、上杉に対して攻勢を仕掛けていますよというところまでお届けをしたと思います。で、今回はですね、少し実はあれから進めています。まず能登半島一帯をですね、上杉から奪い取ったというところ、とあと北条と同盟を結びましたというところですね。ここが情勢として変わっているところです。で、西側に関して言うと全く情勢は変わってません。長宗我部毛利と向き合っているというところですね。ここは変わらずです。今回はですね、いよいよ上杉領の奥深くまで攻め入ろうかなと思ってます。ですので上杉勢の攻略と合わせて徳川をね、どう封じ込めていくかっていうのも考えながらやっていこうかなと思ってます。では早速続きをやっていきましょう。まずはですね、外交というところで言うと、北条に対しては引き続き、工作を行って信用度を上げていく。で、あとですね、長宗我部に対しても今敵視はされているものの、黒田官兵衛を送っているので、徐々にここをね、信用度を上げていければいいかなと思ってます。で、できれば家康とまだ開戦したくないっていう思いが実はあったりするので、そういう意味で言うとどうしようかな。そうだな。ちょっとここ迷うとこですよね。贈り物も今、家康には贈れない状態なので、今家康と一気に開戦というわけにはいかないんですよね。なのでちょっとここは様子を見ましょう。一旦送ります。家康がね、どう動いてくるか。秀吉がちなみに1590年になってから関白面に変わりました。先月の終始です。報告いたしますぞ。なんとかね、家康と和睦したいところなので、そうだな、こういう時こそ朝廷の工作で仲直りさせてもらうっていうのがいいのかな。ただ今はここで要請、和解はできないんだな。今家康と交戦中ではないですからね、そういう意味で言うと。となると毛利と一戦構えるか。外交情勢はどうなってるかというと、なるほど、連合には加担しているを加担しているんだ。味方の連合にもうちょっと誰か引き込めたらいいんだけどな。今毛利と戦端を開くと長宗我部とも戦端を開くことになりますよね。それは良くない。良くないとなると、やっぱり毛利勢ではなく今戦うべきは上杉勢ですね。じゃあ上杉勢に兵を出していきましょう。そうか、能登半島を攻略したばっかりなので、まだ各城に人が入っていない状態ですね。なのでちょっとこれは次のターンにしてですね、今回は海賊で与力として武将を安土から何人か送り込んでいきましょう。軍団の構成をしたことによってだいぶね、楽にはなりましたね。自分でいろいろこう直々に指示をしなきゃいけない部分っていうのがだいぶ減りましたからね。その点ではすごく楽になりましたよね。表情を始めます。報告いたしますぞ。さあさあ、ではでは、進出はねちょっとするだけしておいて、で建設も委任しちゃいましょう。
で、この上でどうするかですよね。今人が入りきったかなっていうのをちょっと見ていくと、大体各城に人は入りましたね。入りましたので出陣していきましょう。まあまずは魚津城を取りに行きますか。ここに兵14000か。14000だとちょっと少ないかなという感じはしますが、出陣するぞ。同時にこの根知城まで派遣していきましょう、部隊を。で、徳川勢と先端は絶対開きたくないという思いはあるので、そこはね、最新の注意を払いながら、兵38200、これを出陣させていきましょう。出るぞ。必ずやる。影勝の居城になってますからね、今この根知城は。で、根知城を取ってしまえば、まあルートとしては上杉勢の奥深くまで、入り込める感じになりますよね。となると今後のことを考えると、外交でどうでしょう、最上家とかと吉見を通じておくというのはありですよね。剣を送って吉見を通じましょう。上杉と国境を接しているのがこの最上ですよね。あと伊達とかとも吉見を通じておくっていうのはいいかもしれないな。藤高を送ります。で、あとは工作で、じゃない、交渉で従属をガシガシさせていきましょう。この辺の地方大名はもうこのね、信忠の権威を持って従属を従属でいきましょう。で、実はですね、今あの方針としては縄文ではなくて、もう直轄領に関して言うと天守をね、でかくするっていう方向に変えています。まあ、天守を大きくすればその分その賄えるね、兵力がでかくなるというのがありますので、そこをね、今一気に推し進めているという状況です。なのでここはね、天守を4層天守まで広げていって、兵力の増強を図っていくということを引き続きやっていきましょう。ではこれでターンを送っていきます。出陣するぞ。ここで溢れてるのはもったいないので、もうね、どかすか兵を先に進めていきましょう。承知いたしました。で、もう一気果敢に攻めていった方がいいと思うので、上杉の居城、本拠地って言っていいのかな、春日山まで兵を進めていきましょう。お、南部から椿ちゃんを姫君として、相馬ちゃんからも、これはつゆちゃんかな、いいですね。もうこれ全部側室にしたいわ。ご命令くだされ。報告いたしますぞ、報告いたしますぞ。縁組とかっていうといっぱいいるね、姫がいっぱいいるから、姫をね、縁組していきたいな。これ外交でどうなんだろう、交渉のネタとかに使えたりしないのかな、婚姻とかね。あ、婚姻はでも100ないとできないのか。もう北条と婚姻しちゃうっていうのもありだよな、そういう意味で言うと。で、徳川にも天下へ送りましょう。徳川と吉見を通じることができれば、だいぶ上杉攻略がはかどりますからね。そこはしっかりやっていきましょう。我が策、戦場を制す。取り囲め。出陣します。おいせよ。
上杉を食ったらやっぱり毛利長宗我部に矛先をね変えていこうかなと思います。報告いたしますぞ。ではさらに出陣させていきましょう。もう一気にね春日山とかまで攻め込みましょう。戦へ参る。信忠自ら出陣します。かなりの数の軍勢が出てますね今。逃げられませぬ。我が策、戦場を制す。ここは一気にもう上杉を。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。報告いたします。潰しにかかりましょう。上杉が小さくなればその分その動きやすくなりますからね。いずれ徳川や北条と雌雄をもし決するっていうことになったとしてもだいぶ戦いやすくなる、包囲しやすくなりますからね。そこはしっかりと見据えていきましょう。で毛利戦線もねだいぶその兵力の回復がなってきている頃かなと思うので、上杉がある程度目処がついたら一気にね逃げられませぬ。戦力を振り向けていきたいけどこの辺はあれかちょっと兵糧不足になりつつあるね前衛部隊は。お任せください。表情を始めます。報告いたします。迂回してきてる分少しねその数的なところで言うと兵糧不足に陥りやすくはなってるな。兵糧不足で承知いたしました。あんまり部隊数を消耗するのはもったいないからな。みんな遅れるな。味方が打ち死にしたという悲しき知らせも届いてますけど、ここはもうあまりね味方が捕らえられました。城を取りに行きましょう。腕が鳴るぜ。ここが貴様らの地獄よ。最低でも2つ3つ城は取りたいですよね。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。となるとさらに出陣をしていかないと城が取れないな。越中ぐらいまでは取ってしまいたいですけどね。革命、味方が捕らえられました。敵将捕らえたり。さあここからですが、ちょっと一気に回線とかをして仕留めていきたいかな。ちょっと待ってね。ここが城が取れないまま撤兵する羽目になるな。この承知いたしました。出陣するぞ。出陣しよう。出陣する。思ったより城を取るなんてこずってる感じがしますね。出陣する。お味方が捕獲されました。これが理由は何なんだろう。もう一気に回線回線で進めていっちゃった方が良かったのかな。今は城を攻めてるけどこちらの兵糧も実はあまり十分じゃないところもあって思ったような成果が出てない感じか。しかも徳川が援軍できてるのか。ここはもう回線して終わらせましょう。じゃあ今徳川、うわ、ここで野戦、野襲をかけられた感じだな。これで決める。受けてみろ。野
決まりだな。引き際わきまえねばな。ただこれで敵の兵の数を減らしたのも事実なので、取り囲め。ここで徳川と6ヶ月の停戦を結びちゃいましょう。思ったより城が落としてないな。これはやっぱり兵糧の兵端をあまり意識せずに戦ってしまったのが良くなかったかな。報告いたします。ここもだいぶ兵を余らせてしまってますもんね。騎乗する。そしたら、まあ、ちょっとここでね、あんまり時間かけててもしょうがないというのもあるので、まあ、強行にしちゃいましょう。で、さっさと城を落とします。で、外交の工作は、しっかりやっておきたいところなんで、朝廷工作はもちろん。で、あとは贈り物をして、家康のご機嫌伺いをしときたかったけど、ちょっとできないか。となると、やっぱりこの2つの城、今攻めてる、この影勝の居城はね、絶対落としたいな。包囲するぞ。取り囲め。出陣するぞ。思ったよりやっぱり城が取れてない。表情を始めます。報告いたしますぞ。なぜ？大した数じゃないんだけどな。この辺はもう帰らせましょう。非常します。小さい数見てもしょうがないな。非常する。戻るとし。援軍が来るね。でここは全部離散した。なるほど、これは全然良くない状況なんで、ここだけでも取りましょう。行くぞ。やっぱり兵糧がね、120日ってなるとしっかりと補給した上で戦っていかないと、今みたいな形で大兵力を無駄にすることになっちゃいますね。ちょっともったいない戦い方しちゃったかな。始めようか。ちょっと出直しの戦になりそうですね、今のところは。魚津城は絶対取りたかったところだったんですけどね。魚津城は取れなかったか。ちょっと残念でしたね。ただ魚津城は取れなかったものの、この影勝の居城は落としたので、まあ、そういう意味では最低限の目的は達成でしたかな。我らに撃てぬ敵はありません。ご命令くだされ。報告いたしますぞ。でもやっぱり悔しいんで、魚津は取りましょう。戦へ参る。兵糧的に厳しいのかな。どこも清水山から5600だけだと落とせないよね、きっと。ちょっとこの1万の軍勢で落としてかかりましょう。戦へ参る。魚津城を落とせなかったか。本当にでも戻ります。やっぱり兵糧不足だったんですね。一徹が死んだか。美濃三人衆の一人。表情を始めます。報告いたしますぞ。先月の終始です。そしたらここはどうだろう。残りの兵力考えると一気に落とせそうですね。掘った作兵衛だな、これは。作兵衛がいますね。ちょうどね、今、真田丸でも作兵衛出てますけど。
少し大頭城を落としたか、ちょっと時間かかって遠回りしちゃった感じはありますが、大頭城を落としたので、これでまた戦力の見直しをしていきましょうか。だいぶ兵を失ってしまったっていうのがあるので。とはいえ26万か。やっぱり北条と今戦うとかなり消耗する感じだな。で、そういう意味で言うと今は安藤家とはきっちりと親従関係結んでいるので、やっぱ上杉だよね。上杉が 1,2,3,4,5,6,7 あと8つか。ただこの辺りって実はその攻めづらいところではあるんですよね。ちょっとその一つ一つの城の距離感があるんで、兵糧をそこで失ってしまうところがあるんで、そろそろ上杉だけでなく徳川潰しにも入りたいな。ただ徳川と先端を開くとなると相当な消耗戦を強いられますよね。今徳川の兵力が10万超えか。残り1ヶ月の停戦期間で、北条とは信用が100あるので、ちょっとこの後ね、婚姻を考えましょう。北条との同盟関係を強固なものにした上で、表情を始めます。報告いたしますぞ。一層ちょっと考えたいですよね。一番年長者を送ろう。21歳の宝ちゃんかな、一番年長者は。お、そんなことはない。いや、信忠に姫が欲しいな。誰かいる？え、同性同士では婚姻できません。そりゃそうだよね。女の子いないの？北条には。残念であれば、こちらからやっぱり宝ちゃんを送りましょう。で、あと工作で言うと、家康に対して送っていきましょう。で、工作で言うと他は伊達に対して心中求めたりしたいけどな。もう北陸方面はね、残されてるのか上杉と、ただあれか、北条がだいぶ北に進出してるね。こうやってみるとやっぱり一刻も早く上杉を食っちゃわないと大変なことになりますね。で、しばらく戦いしてないんで、どうだろう、毛利もかなりでかくなってきてるし、長宗我部もでかくなってるね。そんな中で織田がどんだけプレゼンスを発揮できるかっていうと、徳川と先端開いてもいいかなって感じもしますけどね。ちょっとここは難しいですよね。上杉をもうちょっと押し込んでからの方がいいんだろうなって考えると、上杉に対して大規模な出兵をしていきたいですけどね。そのためにはやっぱりこの辺りに拠点がないと、またさっきみたいなことになっちゃうんだろうな。ちょっと一旦だけ送っていって治療を与えていきましょうか。いやー、これ信澄が最大勢力になりつつありますね。今本当はね、この3つの城、王道、大ボラか、あと松倉、さらにはこの高原諏訪城あたりが徳川から割譲してもらえればね、全然戦いやすくなるんですけどね。兵站が確保できるっていう意味では。ただそうはいかないので、やっぱりここは
ちょっとね、遠回りというか、だいぶ長い距離移動することになりますけど、兵を少しずつ動かしていきますか。で、今回の目的は、まあやっぱり影勝の居城になっている飯山、そしてやっぱね、春日山は取りたいですよね。というところで出兵をしていきましょう。出兵先は春日山ですね。まあ今回はある程度距離を動かしたとしてもしっかりと取ると、で取った上でどっかで兵糧を確保してさらに奥深くまで攻めるということで、6万の軍勢か、ちょっとこの大軍勢だとしっかりと見極めていかないと、この6万の兵が離散するようなことになるとちょっと思わぬしっぺ返しを食らいそうな感じですね。まあ上杉つぶしがなれば徳川と先端を開くのは全然ありですからね。徳川とは迂回します。絶対に戦いたくない。南紀祖福島目指して、木曽福島目指して、久しぶりだなこの木曽福島目指してっていう感じ。2万の軍勢が攻め寄せる感じ。これはじゃあ信忠含めて木曽福島に兵を出しましょう。福島が落とされるというのは避けなきゃいけないからな。今でも本当に徳川正気か、これこちらに戦仕掛けてくるって。朝廷の信用が不足か、ちょっと誤算だったな。木曽福島にかなりの数の軍勢が出てきますね。これは急いで派遣しないと木曽福島が取られる。我が軍略お見せしよう。でそういう意味で言うと、木曽福島から出陣していた部隊を一旦戻しましょう。で場合によっては木曽福島で敵の軍勢を、まあ、徳川の軍勢ですね、ある程度減らすことができれば逆にこちらから攻め入ってもいいかなって感じもするな。もう徳川に関しては邪魔くさいんで。ちょっとそこは情勢をしっかり見極めていきましょう。今徳川と木曽福島でぶつかるのが得策かどうかっていうことですね。はい、というところでちょっとね、考えを巡らせつつ今回はここまでにしていきたいと思います。まあできれば徳川と先端を開いてしまってもいいかなって気もしますんで、ちょっと考えていきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。